野口宇城急遽は、栃木県宇都宮市鶴田町にある、詩人、野口宇城が最晩年を過ごした住宅。宇城が鶴田で暮らしたのはわずか一年のことであったが、地域住民から親しまれ、急遽周辺では宇城を、町づくりの核に位置づけている。国土の歴史的景観に寄与しているものとして、宇城茶屋離れの名称で、日本国の登録有形文化財に登録された。同 野口宇城は、シャボン玉や、七つの子などの童謡を作詞し、北原白州、西条八十らと並び、童謡の三大作詞者に数えられた人物である。宇城は1940年頃から体調を崩し気味であったが、東京、吉祥寺に家を構え、試作、公園、旅行と忙しい毎日を送っていた。1943年2月に著書。 朝起きスズメを交換した後、脳難化症を患った。それでも、山陰や四国へ、最後の旅に出かけたが、やはり体調は思わしくなく、空襲も激しくなってきたことから、1944年1月に、宇城の妻、鶴の父の紹介で、吉祥寺の家を譲り、河内軍姿河村大技鶴田1744番地へ、引っ越した。うじ一家は、 東京から東部宇都宮線に乗って、東部宇都宮駅に降り立ち、そこから夜道を人力車に揺られて、羽黒山麓の家に到着した。鶴田への移住目的は疎開と療養であり、施策はほとんど行わなかった。移住したばかりの頃は、鶴と二人で果樹栽培や養鶏に勤しみ、畑で落鏡を育てることもあった。しかしその後病状は悪化し、 やっと歩けるというほど体が衰え、縁側で日向ぼっこをしながら、物思いにふけることが多くなった。物思い中は、鶴から何を思っているんですかと尋ねられても、ちょっと考えているだけだと答えるのみで、多くを語らなかった。一方、来客があると心よく受け入れ、客人の求めに応じて、色紙や短冊を書いて渡した。 鶴田時代に作ったことが確認されている作品に次の2点がある。校舎の詩は、宇宙の近所の主人が中国へ戦争に行き、病死したと聞いて書いたもので、鶴に託してその家に届けたものである。他にも、宇宙の短冊を所有する鶴田の住民はいるものの、それらは鶴田に来る前に書かれたことが判明している。宇宙と面会した経験のある鶴田の住民は少なく、 1971年にはただ一人になっていた。その一人である男性は同年に上野百貨店で開かれた宇城の遺作店のパンフレットに宇城との対面の経過を寄稿した。この寄稿文によると男性は1944年12月の中旬に戦地から帰還し挨拶回りのために宇城宅を訪問し縁側でひなたぼっこをする和服姿の宇城に会った。 男性が留守中の例を言うと、宇城は何か答えようと、したが、中部のため言葉にならず、台所から出てきた鶴が代わりに応じた。男性が宇城と会ったのは、その一回限りで、わずか数分の間であった。年が明けて1945年1月27日、家族に見取られながら宇城は62年の生涯を、閉じた。当時の鶴がでは、隣組の中で死者があると、 組長が組員を集めて、葬儀の段取りを決める風習があったため、組長自身が葬儀委員長を務め、組員が準備に当たった。戦争末期の物資不足で、組員は葬儀を揃えるのに苦心し、また土葬が主流であった。当時の鶴田では、初めての仮葬だったこともあり、多くの混乱があった。結局、棺の蓋を止める釘が入手できず、やむなく、縄で縛って蓋をした。 その上に門付け羽織をかけ、塩釜稲荷神社の宮司によって、新葬祭として葬儀が行われた。仮葬場までは、若手の組員がパンクしそうな自転車の荷台に鶴を乗せて移動し、棺は荷車で運ばれた。出棺時は、公前寺の住職で、家人でもあった石川呉人が、国民服に巻きゲートルという姿で度胸した。著名人の葬儀としては寂しいものであったが、 当時としては普通の葬儀であり、戦後復興が進むにつれ、今頃まで生きていれば、宇宙さんの葬式は盛大にできたのにと、隣組の人々は語った。宇宙の死後、ノートの隅に次の死が残されていることが分かり、遺作であることが判明した。この死は、死期を悟った宇宙が、祝世来世に思いを巡らして作ったものと解釈できる。なお、下から三行目の、 祝世来世を教えておくれは、死の調子を整えるために鶴が補足したもので、未完のまま、この世を去ったことを伺わせる。うじょうなき後、鶴は近所の人に教わりながら、農業に従事し、単身子育てをした。子供たちは、進学を機に、鶴田を離れ、最後まで残っていた鶴も1955年秋に、疎開前に暮らした武蔵野市へ戻った。 鶴田での生活は苦しかったが、社会が安定してくると、宇宙の動揺が盛んに歌われ、一家は著作権収入を受け取ることができるようになった。なお、宇宙の遺骨は1945年3月に、生誕地の茨城県多賀郡磯原町に分骨された。あと、1966年に東京、古代ラ霊園に埋葬された。1980年2月2日に鶴が亡くなると、 宇上と同じ小平霊園に埋葬され、同じ墓に眠っている。宮玉木、宇上立教鶴田を含む宇都宮市、秋安地区では、老人クラブに宇上樹会と名付け、その会所をあの町この町とし、会合の際にあの町この町を抹消する。他にも子供会が宇上、子供会、婦人会が宇上女性クラブ、ボランティア団体が、 宇城ボランティアクラブを名乗り、付近の橋梁に、宇城立橋宇城京と命名するなど、今日でも宇城に親しんでいる。また街づくりのよりどころとして、宇城を取り上げ、明日の1月27日を宇城の日と制定している。さらには、周辺地域に住居表示を導入する際は、宇城町目にしてほしいという要望がある。野口宇城急遽は、1930年頃に、 農地開拓者の住宅として建てられた木造平屋建ての民家である。鶴の父が当時、鹿沼町に居住しており、宇城一家のためにこの家を探し出し、鶴が現地を確認してから移住したとされる。一家は宇城、鶴夫妻とその子供6人の計8人家族であった。住宅内部は4つの居室と台所、浴室からなる。間口6奥行きで、坪は24坪 木造平屋建て、入りもや作りさん瓦吹き外壁は下見板張りである。有名人の家としては、質素な作りであり、宇宙の人柄を忍ぶことができる。宇宙はこの急遽で1944年1月から1945年1月27日までの1年間を過ごし、ここで亡くなったので、宇宙終焉の地となった。近大地春彦は、戦後に急遽を訪ね、 宇城が寝ていたところに寝転がり、ここで、宇城さんは寝ていたのですねと言って感激したという。家には水田三炭と畑一丁四炭が付属し、畑には柿の奇数百本とイチゴがあり、一家で自給生活を送るのに申し分のない農地であった。移住初期には宇城を自ら果樹栽培や養鶏をしていたものの体調が悪化して、 次第に畑仕事は使用人に任せるようになった。戦後は家計を支えるために、鶴ヶ農作業に従事し、イチゴ畑を芋畑に変えた。家の裏手には、鹿沼街道が通っていたが、当時は通行人がほとんどない、静かな通りであった。家と街道の間には、門と菓子の木の垣根があり、うじょうは食べた梅干しの種を窓から菓子の木の根元に向かって放り投げていた。これは、 宇城の長男で、宇城研究家でもある、野口ありよいよの証言であるが、ありよいよにもなぜ宇城が菓子の木の根元に、梅干しの種を投げていたのかはわからないという。宇城一家が暮らした頃の鶴田は順農村であったが、戦後に都市化の波が押し寄せ、のどかな一帯は、住宅街に変貌した。宇宙のご畑の跡地には、大型商業施設が建ち、宇宙が眺めた、羽黒山には、 東京証券取引所一部上場企業が進出した。ほとんど通行人のいなかった鹿沼街道は当時の3倍に拡幅され、付近には宇都宮環状道路が開通して交通用地となった。これに伴って2000年に所有者が A 家と大規模な改修を行った。野口宇を急遽として親しまれてきたことから2005年11月に日本国の登録有形文化財となった。 登録有形文化財の名称は、宇城茶屋離れという。この名称は、野口宇城ょ居急遽が、宇城茶屋という和菓子店の敷地にあったことに由来し、2020年、現在は、和菓子店の乙女屋、宇都宮鶴田店の敷地となっている。急遽は、宇城の遺族から、近所の住民が買い取り、修繕を繰り返しながら維持してきたが、老朽化で、床の強度が落ちているので、 中に入ることはできない。2018年2月16日に宇都宮市認定建造物となったことを契機に市では内部公開を検討している。2020年現在建物外観の見学は可能である。公共交通機関利用の場合、最寄りのバス停は羽黒下で宇都宮駅のバス乗り場から鹿沼方面へ向かう路線バスを利用することになる。宇城の市費は 日本中に200機以上混流されており、急遽の周辺にも宇城にまつわる石踏みが点在している。1977年放送の NHK の朝の連続テレビ小説、一番星に野口宇城が登場した際には、宇城ゆかりの急遽やこれらの石踏みに観光バスが多数乗りつけたという。筆塚は宇城が愛用していた筆と硯を台座に収め、 その上に石碑を建てたものである。碑面には、佐藤和三郎の書いた、詩人、野口宇城ここにて眠るの字が刻まれている。1966年4月12日に、急遽の庭に建てられたが、鹿沼街道各服のため、元の設置場所から移動している。筆塚は、宇都宮宇城会が混流し、宇都宮市、宇都宮商工会議所、宇都宮市観光協会、 市費建設委員会などが協賛した。除幕式には、宇城の一番弟子を辞任する、泉陽太郎や宇城の長女らが出席し、児童らが宇城の動揺を数曲披露した。あの町この町の市費、あの町この町の石踏みは、鹿沼街道を挟んで急遽と向かい合う位置にある。この石踏みは1958年4月27日に、混流されたもので、除幕式には、 宇上の次女、東京城会会長の小茂田信夫らが出席した。音楽家の御運動演律が、悲鳴の書と解説を担当した。あの町この町は、子供の国1924年1月号に発表したもので、鶴田で作詞したものではないが、鶴の希望によりこの詩が刻まれた。石踏みの混流のケーキは、鶴が宇上の思い出の証として、記念となるものを残したいと。 家人のよもぎたロムラに相談したことである。鶴の意向を受けた、ロムラは宇上関係者や、文化人の協力を得て、石踏みを混流した。石踏みの周りの土地は、鹿沼街道の二度にわたる拡幅工事で買収され、狭い三角形状になってしまった。急遽前にも1988年5月29日に、中島実作の同心馬を乗せた、あの町この町の石踏みが混流された。 混流者は当時の宇都宮宇城開会長である。こちらは同心馬像とも呼ばれる。諸腰畑の石踏みは宇城生誕100年を記念して1982年5月30日に羽黒山頂の羽黒神社境内に建てられた。諸腰畑も鶴田で製作したものではなく1920年に金の船で発表したのが書室である。石踏みは 天然石に銅板を埋め込んだもので、書道教育課の石川木魚が記号した。根竜者は、当時の宇都宮宇城会会長であり、羽黒さんを選んだのは、宇城が鶴田で読んだ数少ない歌に、羽黒山が登場する詩があったからである。ウィキソースには、文化財を登録有形文化財に登録する、普段の原文があります。ありがとうございます。